60分一発勝負を行います。ラウンドは投資のためにザ・グラジエーター長子が270本と小橋健太燃えたぎる熱き心小橋健太、ついにこの2人が1対1で対角線に並びました。小橋を見つめますグラジエーター、グラジエーターを見つめます小橋健太です。192センチ130キロ、全日マット本格初参戦のザ・グラジエーター、対するは小橋健太。歴史の1ページがまた開きました。5大シングルマッチ60分日本勝負、小橋健太対ザ・グラジエーターです。すでに大量の汗をかいているグラジエーター、今両雄が組み合いました。パワーで小橋を押し込んでいきますザ・グラジエーターです。ニュートラルコーナーを背にしている小橋、レフェリー西田が2人をさばきます。放送の解説は新刊ゴング竹内光介さんです。ケースさん、はい、いよいよこの2人のシングルですね。世紀末のですね、20世紀最後の夢カードですね。はい、192センチ130キロのグラジエーター、一方の小橋健太が187センチ118キロです。まさに日米を代表するこのプロレスラーらしいプロレスラー、果たして剛腕を見せつけることができるか小橋、それを止めることができるのかグラジエーター。さあスタンディングのヘッドロック、グラジエーターが小橋をロープに振った、帰ってくるとショルダータックル相打ちだ、もう一度止めとグラジエーターが声を出す、ハイキックです。今度はグラジがロープに飛んでショルダータックル、これもまだまだです。今度はグラジ逆進兵、さあ今度は足ショルダータックル、今度はロープ飛んだ、ボディアタック、対空時間が長い、カウントワンは小橋、ラリアット、小橋より先にラリアットのグラジエーター、小橋を場外、小橋を場外、グラジエーターは飛ぶか、いやセカンドロープをまたいで場外です。小橋を鉄柵に入れてくる、小橋が振り返しました。さあそしてまたもう一度鉄柵、中央無尽にリングだけではありません、今度は3回目の鉄柵。ケイジさん、これだけ最初から飛ばす展開というのはどうですか、予想できましたか。スタートグラディエーターも飛ばしてましたけどね、小橋も気合十分ですね。そうですね、6月11日の武道館で三沢との三冠戦、鼻の骨を折るアクシデントがありました。ただその後のシリーズはフル参戦、そしてその鼻も今シリーズはしっかりと治ってきております。ですから小橋にとっても万全の体制でグラジエーターとの対戦ができる体制になってますね。そうですね、コンディション的には心配ないですね。そうですね、そして全日マット本格初参戦のザ・グラジエーターです。エプロンでの攻防です。さあトップロープを挟んで小橋グラジエーターを担ぎ上げるか、グラジエーターこらえます。さあ小橋があるか、小橋あるか、いや止まりました。緊張感のあるエプロンの攻防です。おっとここで小橋がロープ飲んだ、ショルダータックル、トップロープを越えた、まさに正面からのぶつかり合い、ギロチンドロップです。このザ・グラジエーターが日本初登場は90年の9月です。10年近くにわたってインディーマットでトップを張ってまいりました。そして去年の5月1日前日のこの東京ドーム大会で初登場、今シリーズが初本格参戦になります。スパリング中をもう一度ブレンバスターの攻防であるか、小橋が脇腹にパンチを入れて、さあタイトを掴んだ、抱え上げた、上げた、グラジエーターを上げた、130キロが真っ逆さまだ、落とした、プレインバスターをリングの中央で落としました小橋、カウント1です。いや先ほどから竹内さんカウント1ずつで返してますね。そうですね、これがお互いの意地の張り合いなんですね。そうですね、今小橋がこのグラジエーターにブレインバスターを見せました。そういえば今年の1月15日横浜で行われたベイダーとの一戦でも小橋はブレインバスターを攻略して、文字通りしっかりとブレインバスターを打って見せました。さあこの逆水平チョップに対してグラジエーターが声を出して、もっとかかってこいというガンバガリの表情です。
連発。しかしグラジエーターの目は死んでいません。対角線にグラジエーターを振った。ジャンピングに的確にヒットしています。さあこの対戦、おーと低いショルダータックルです。竹内さん、小橋もやはりそのいつもと違う動きというものを意識してますかね。そんな感じがしますね。まあ、相手の手の内が読めないだけにですね、ちょっとやっぱりそのトリッキーな攻撃を仕掛けてみないとですね、相手の手の内が読みにくい部分がありますからね。このサマーアクションシリーズは比較的短いシリーズだったんですけれども、どうでしょう、小橋はグラジエーターの動きをじっくり読めたんでしょうかね。十分には把握できなかったんじゃないですかね。そうですかね。一方のグラジエーターはこの全日マット本格初参戦になりますが、この小橋の試合を中心にアメリカでもビデオを取り寄せて研究していたそうです。去年の9月28日の FMW 山形大会で左の足首を骨折したグラジエーターです。およそ11ヶ月の休養を経てこの全日本のマットで本格復帰を果たしました。グラウンドのこのサーフボードの体勢の小橋です。今度はスタンディング、膝を立てましたグラジエーターです。192センチ130キロのグラジエーター、パワーではどう見てもグラジエーターの方に分がありそうですが、日本を代表するパワーファイターの一人、小橋健太。この小橋が187センチ118キロです。この二人の上腕の筋肉は素晴らしいですね。そうですね。特にまたこのグラジエーターの肩のあたりの筋肉も素晴らしいものがあります。いや、小橋がまた今このグラジエーターの反撃を耐えましたね。切り返しましたね。この躍動感ですよね。そうですね。やはりこのパワーファイター同士ならではの攻防が今リングの中で行われています。グラジエーターがどうやら持っていきそうです。返しそうです。おっと一回転。さあ今度はスタンディングのヘッドロックでグラジエーターが小橋をロープに飛ばせません。小橋が踏ん張っています。そういえばそのベイダーとの一戦の時も小橋はそうだったんですが、比較的オーソドックスな古典的な技にこだわりを持っていましたよね。ヘッドロックにしてもね、これ本当長時間攻めればね、非常に有効な技になってきますからね。逃げも隠れもできない1対1シングルマッチの60分一本勝負です。2年間にもわたって両雄が思い続けたこの一戦、今宵日本武道館のマットの上で行われています。グラウンドのヘッドロックの体勢です。スタンディングのヘッドロックからグラウンド、やはりこのヘッドロックもその効果があるということを小橋もしっかりと察知しているようであります。さあ徐々にグラジエーターが体勢を戻しました。脇腹にパンチを入れて今度は小橋がエルボーです。まだ大きな技というものはありません。おっとパワースラム投げた。場内が一瞬静まり返りました。何とも言えない緊張感に包まれている武道館です。ドロップキック、小橋が場外です。小橋が場外です。いや、小橋はもう一回立ち上がって、おっとパンチを振り下ろしました。傑作を背にしている小橋、狙ってますね。距離を上がっています。距離を上がっているグラジエーター、武道館に飛ぶか。ノータッチトペ、ついに出しましたグラジエーター。トップロープに触ることなく飛びましたグラジエーター。ノータッチトペを敢行しましたザ・グラジエーター。さあそして首に距離を取っています。エプロンを徘徊しているザ・グラジエーター。まだ小橋は立ち上がることができません。最終戦で安全してきたノータッチトペを披露しましたザ・グラジエーターです。さあ場外マットの上、これはパワーボールの体勢、あっ3本も行ってくるのか場外で。これはさすがに小橋は耐えます。もう一回か、もう一回か、輝いた輝いた、場外で落とした。場外アッサンボム、小橋の表情が朦朧としてまいりました。ここに来てグラジエーターが持てる技を出してきましたね。まず一発目を決めましたね。ノータッチトペ、そしてアッサムゴム、スーパーアッサムゴム、あるいは神風アッサムゴム、こういう恐ろしい技がこのグラジエーターには残っています。まだ小橋が上位、先ほどのダメージが相当残っています。ベイダーとの一連の交渉がありました。結局そのベイダーになかなか勝てることのできない小橋、
ベイダーと並ぶべく、また凄まじい敵がこの全日マット小橋の前に立ちはだかっています。上がってろ。天井カメラから今リングの中をご覧いただいておりますが、まだ小橋がリングに上がることができません。やはりこのアッサムボムのダメージは相当に残っているようです。今ようやく、あと、いや立てません立てません。いや立てません。このダメージは効いてますね。心配です。あ、今レフトを吹き飛ばして、もう一度狙おうというところなんでしょうか。先ほどのアッサムボム場外、もう一回狙ってくるのか。今タイツを掴んで、あ、どうやらこれはリングの中に戻します。さあここで一気呵成に攻めるか。グラジエーター、トップロープを掴んで飛んだ。休む間を与えません。グラジエーター、危ない危ない、小橋危ない、小橋危ない。勝負タイムがもうすでに10分を経過しています。60分の一本勝負。グラジエーターの一方的なペースに染まりつつあります。さあリングの中で打つか。ロープが近い、小橋が逃げます。小橋がなんとか逃れました。ただ小橋がこんなに苦しんで立ち上がれない小橋の姿というのは、ちょっと竹内さん、最近ではないですかね。ないですね。かなり攻め込まれてますよね。この場外で見せたアッサムゴムのダメージというものが、やはりこの我々の想像をはるかに超えるものがあるようです。そしてグラジエーターが今度はキャメルクラッチです。先ほどのヘッドロックの攻防もありました。ショルダータックル、あるいは力比べ、今度グラジエーターが見せたのがキャメルクラッチ。オーソドックスな技をこの小橋に見せてきます。グラジエーターです。もう一回小橋を場外です。小橋が背を向けています。小橋が逃げています。すぐにつけます。休む間を与えられません。小橋今度はリングの角にぶつけられました。うわ、この荒っぽい攻撃です。やっぱりグラジエーターのインディーが長いせいで、ね、場外乱闘は非常に長けてますよね。なるほど。このリング以外のところの使い方もグラジエーターは小橋に比べたら一日の長と申しましょうか。小橋にとっては意表をつく流れなんでしょうね。まあ、小橋の場合あまり全員で場外乱闘ってのは最近本当になくなりましたからね。そうですからね。さあ痛めつけるだけ痛めつけて、今度はグラジエーターがニュートラルコーナーのトップに立ちます。リングの中に小橋、小橋がこちらを向いた。あー、ラリアット、殴りつけるかのようなラリアット、カバーに入ります。ツーカウント、一方的なグラジエーターフェース。さあ今度はもう一度キャメルクラッチの体勢です。このオーソドックスな技の流れというのはいかがですか。なんか先ほどからそう割と重点的に腰を攻めてますよね。そうなんですね。この辺の狙いが何なのかですね。まあ、単純に考えますと、その小橋の剛腕ラリアットを封じる腕攻めがあるのかなですとか、大技ラッシュがあるのかなと思ったんですが、意外な展開になりつつあります。リングの中央です。ご覧のように四方を見回しましても、どの位置からでもロープが遠いところ。痛めつけるだけこの小橋の腰に照準を絞っています。日本初登場から10年を数えようというグラジエーター、その一つの節目に迎えた小橋健太との一戦です。腰のあたりにエルボーを打ちますグラジエーターです。さあ今度はニュートラルコーナーだ。おっと、ラリアットをかわしてバックに回ったのは小橋だ。小橋がバックに回ってバックドロップ。ただ腰のダメージが響いています。小橋十分な反りで投げることはできませんでした。1月15日横浜でベイダーとシングル、そして5月2日のドームではザ・ロードウォーリアーズとの対戦もありました。外国人選手との熱き戦いを演じてきている小橋健太です。キッチンシンク、川津垣から川津落としです。まさにベイダーとの一戦は魂と肉体とのぶつかり合い、このグラジエーター戦でも同じことが言えそうです。共通項はまさに魂と肉体とのぶつかり合い。ベルトはかかっていません。分断構想もありません。ただ熱き心を持った者同士が見せるこの1対1のシングルマッチです。バックに待った、バックに待って投げられません。今度はグラジエーター、今度はグラジエーター、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、常に小橋の一歩先を行きますグラジエーター。仕留めにかかるか、今握り拳、
小橋のお株を奪う握り拳を見せましたグラジエーター。さあ抱えて前に落とします。リングの中央に小橋が大の字。そして今度はあのボディープレスが出るんでありましょうか。非常に距離は遠いところ、ニュートラルコーナーのトップにしたグラジエーターが立とうというところ。小橋は立ち上がれない。グラジが飛ぶか。ローテを広げた。グラジが飛んだ。武道館がため息に包まれています。あの距離を飛ぶんですからね。経過です。この15分のうち13分はグラジエーターが一方的な攻め、持てる力を存分に発揮しているグラジエーター。サブももう食べけんでます ね、 そうですね。もうこれで決めにかかっています。さあポジショニングは十分ですが、小橋がローリングの風で壊した。さあアッサンボムに持ってきた。抱え上げた。アッサンボムに休め。どうだ小橋返せるか。返した。意識はあるか小橋。リングの中央で見せたアッサンボム。さあ場内からは神風を望む声も聞こえました。そして今度は場内万来の小橋コールです。徐々にグラジエーターがコーナーを背にしています。抱えた。さあおっと小橋を逃げた。引っ込みしてバックに渡った。ジャーマン、まずはジャーマンです。ただ小橋は立ち上がれません。小橋のステップアップには常に強い外国人レスラーの存在がありました。ウィリアムスとの三冠戦では四天王の仲間入りを果たしました。そして今年はベイダーとの魂と肉体のぶつかり合い。今宵のグラジエーター戦はどんなぶつかり合いになるのか。ラリアットかわした。背後に回った。フルネルソンスープレックスホールド。うわーっと、グラジエーター返しました。ちょっと小橋の出す技がいずれも完全な形にはなっておりません。ボディスラム、この位置はムーンサルトがきます。握った小橋。さあコーナーのトップに立ったムーンサルト、スープレックス返します。グラジエーター、サルトプレスを返したグラジエーター、その大きな目がむき出しになっております。小橋がまたしても握ったラリアットですかね。さあ決めを取っています。右腕、あとカットもう一回飛んだ。あとタックルだショルダータックルを見せました。やはりこの小橋のラリアット、その出る瞬間がよく分かっていますグラジエーター。そんなに困っている小橋も久しぶりです。さあ切れ取った。いい当たりを見せました小橋は。さあまたコーナーを背にしているぞ。抱えた。さあスーパーサンボム。小橋の目が開くか。カバーに入った。小橋返せるか。返した。コーナーを指さしていますグラジエーター。アッサムボムの3番活用、最後はコーナーからの神風アッサムボムが出るのか。コーナーに据え付けた。そしてグラジエーターがコーナーに一歩一歩上がります。まさに小橋にとっては地獄への階段。神風が今宵の日本武道館に引くのか。小橋が何度もカットできるか。さあ今度は小橋が形勢逆転、なだれ式のブレインバスターの体勢だ。いやグラジを返した。あーっと、さあトップラを向くった。武道館に神風が吹く。あーっとくるっと、あーっと投げられません。さあここから行く。ああ切り返した。小橋切り返した。さあラリアット完璧に入った。追加と一瞬の隙を見逃しませんでした小橋。今日
強烈なラリアットがこのグラジエーターの喉元に突き刺さりました。神風は吹きませんでした日本武道館。そして絶好絶好のラリアット飛ばし蹴った熱き魂をその右腕で打ち砕きました小橋健太。福さんもう最後の最後の一瞬のチャンスでしたね。最後はグラジではなくですね小橋の右腕に神風が吹きましたね。そうでしたね。19分9秒、あの強烈な右腕がグラジエーターの首にぐさりと突き刺さりました。古代シングルマッチ小橋健太対ザ・グラジエーター、その第1章となる今日の一戦、まずは小橋がラリアットでグラジエーターの息の目を止めました。ただそのグラジエーターの勢い、そのパワー、存在感は小橋にとっては今後脅威になりますね。これだけ苦しめられた相手ですからね。そうですね。今苦しみながらも勝利の雄たけびを上げようという小橋健太です。両雄がコーナーに分かれて今視線が合いました。二人のやり取りはまさに再戦を誓い合う、がっちりと握手。やはり熱い心は海をも越えました。